ジェラセリーグ阪神ゼロの一広島イコール延長11回イコール20日甲子園阪神は今季2度目の4連敗で貯金がなくなった5日以来の勝率5割に逆戻り4位でオールスターを迎えることが決まった2016年以来8年ぶりの B クラスターン甲子園での広島戦は4月10日から6連敗で1961年4 7月以来63年ぶりのワーストタイとなった動画美恵ちゃんのピンク寿司グラブを作った人を直撃延長11回の守りで痛恨のミス無視一塁から矢野の犠打を投手富田が処理したが一塁へ悪送球を犯したこの間に一塁走者に三塁進塁を許すとそこから無視満塁にピンチが広がり小園に決勝慈悲を浴びた 2試合連続の0対1で敗れ、今季13度目の完封負け。19日も5回に坂本がギ打の処理で失策を犯したことが決勝点につながったが、連日の悪夢となった。打線は先発の大瀬良の前に4回まで無安打に封じられ、出塁すらできなかった。5回1死から大山が左前にチーム初安打。さらに前川が右前打で続き、 1>, 1・2塁としたが、梅野が3ゴロ併殺。4回には森下、6回には近本のポールサイへの大飛球が惜しくもファウル。海音が野手の照明を突く場面も目立ったが、なかなか好機が生まれなかった。今季2度目の先発となった及川は自己最長の6回を3安打無失点。初回に、西一三塁で上本から空振り三振を奪って切り抜けると、以降は二塁を踏ませなかった。 5月24日の巨人戦での今季初先発は5回途中まで1失点。好投しながら、豆を潰して悔しい降板となったが、再び巡ってきたチャンスで後半戦のローテーション入りをアピールした。